実際に最新の結果を見ていきましょう。こちらです。まず政党支持率の方からということですが、不支持が増えるということがなお、続いているということが言えるかなと思います。先月の段階だとですね、国会も閉じたので、若干こう下げ止まりというか、各社の調査などのトレンドを見ていてもですね、始まりました選挙 .com チャンネル、 MC を務めますのは株式会社開花代表スピーチライターの千葉香織です。そして本日のゲストは JX 通信社の米重克弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では本日の題はこちらです。電話調査&ネット調査、政党内閣支持率ハイブリッド調査ということで、毎月行っている恒例の支持率調査になっていきます。まず先月7月の政党支持率調査の結果からご覧いただきましょうか。前回の目立った動きというところは、立憲と維新あたりに注目していきましたかね。そうですね、はい。維新が初めてこの調査においては立憲を上回った、電話調査において上回ったということが前回の大きなトピックだったかなと思います。はい、それ以外は小動きという感じですね。はい、ではこの1ヶ月でこんなことありましたと少し振り返っていきたいと思います。いくつか並びますね。自民党の女性局のフランス視察の批判があったりですとか、あと秋元雅俊議員のですね、常習愛疑惑というところ、さらに維新馬場代表、共産党なくなったらいい、こちら発言撤回しないというようなお話ありましたけれども、最近の1ヶ月の流れ、どのようにご覧になってますか？そうですね、やっぱり国会が閉じてからあまりこう支持率だとか、あるいは政局に大きな影響を与えるような動きっていうのは比較的少ないかなと思う一方で、SNS を中心に話題になるような出来事ということがあったりだとか、あるいは秋元議員の贈収賄疑惑ですよね。はい、これについてはやっぱりその、今後の捜査の展開によってはよりこう広がるんじゃないかとかですね、いろんな話が言われてはいますので、そういった意味では秋以降のこの、国会また開いた時の大きなイシューになる可能性とか、そういったことも含めながら、どっちかというと今後の展開を見ていく必要があるような気になる出来事がいくつか起きたなという、そんな感じがしますね。はい、はい、では実際に最新の結果を見ていきましょう。こちらです。まず政党支持率の方からということですが、全体ご覧になっても 1% 以上動いているところがちらほらくらいで、これも小動きなんでしょうか？そうですね、比較的小動きですね。立憲と維新の関係というところが先月大きなトピックだったというふうに申し上げました。で、今回も数字上立憲の方がやや大きくなっているんですけれども、この調査の特徴として電話調査については立憲が比較的高く出ると、ネット調査においては維新が高く出ると、こういった傾向がありますので、トータルで見たときに、並んでるか維新の方にちょっと勢いがあるという、こういう状況はあまり変わっていないのかなというふうに思っています。それ以外のところについてはですね、自民党はやっぱりちょっとこう比較的電話調査においてもこう歴史的にというか、この調査始まって以来ずっとこう数字をたどっていったときに、比較的低い水準に引き続きあるということは言えるんですけれども、それ以外の変化というところに関しては比較的少ないかなという、そういった結果ですね。はい、ありがとうございます。ではもう一つご覧いただきましょうか。内閣支持率というところで、こちらはですね、ご覧いただくと不支持が両方ともネット電話含めて 3% くらい増えている状況ですね。そうですね、はい、やっぱり支持が減って不支持が増えるということがなお、続いているということが言えるかなと思います。先月の段階だとですね、国会も閉じたので、若干こう下げ止まりというか、各社の調査などのトレンドを見ていてもですね、少しこう下がり方が弱まったなという感覚があったんですけれども、はい、今月もこの調査でも引き続き少し下がってはいるということで、この電話調査中心に特にこう見ていくと、やっぱりこう強く支持する層っていうのはもうあまりないんですよね。で、この辺は安倍政権とかと大きくやっぱり違う部分で、岸田政権の支持基盤の、ある意味脆弱さというか、消極的な支持でもって支持をされてきている内閣であるということが一つ特徴的に出ている形かなと思います。一方で不支持というところに関しては、やっぱり少しその分増えてしまっているということで、各社の調査を調べてみても、やっぱり、かなりこう今の内閣支持率の水準というのは、良くない水準というか、危険水域という言い方をしますけれども、そういうふうに言っても、
いいぐらいの数字にはなってきてるかなという感じはします。そこまで入ってきていると、はい、そうですね、はい、まあ、危険水域に完全に入っているとはこの調査だけでは言えないんですけれど、一つポイントとして見ないといけないのが、いわゆる時事通信の調査が出てまして、はい、で時事通信の調査だと内閣支持率とが、26% ぐらいですか、うん、で自民党支持率が 21% ぐらいだったと、はい、まあ、こういう結果だったんですね、一番直近が。で、これは、まあ、単純に足すと47ぐらいということで、まあ、世に言う、青木の法則というか、青木率という数字があってですね、まあ、これは不分率といいますか、経験則的に自民党支持率と内閣支持率を足したときに50を切ってくると危険水域だと、まあ、いうふうに言われるという、まあ、一つの指標があるんですね。はい、で、まあ、こういったところに照らしたときに、まあ、時事だとすでにそれを切ってるじゃないかという、まあ、こういうことが最近盛んに言われています。うん、で、まあ、正直、政党支持率と内閣支持率を足したから何か数学的に意味があるかというとそういうことではないんですけれども、ただ自民党の支持率よりも内閣支持率の方が、まあ、一定こう強いとかですね、だったら無党派よりしっかりこう支持を集められるとか、あるいは自民党内の支持基盤をしっかり固められているとか、まあ、そういった調査になるんですけれど、それが弱いということを示す数字とも、まあ、取ることができると。まあ、そう考えたときに、この時事通信のまあ調査を、例えばじゃあ菅内閣が終わったときと比べるとどうか、比べると、実は菅内閣のときの方がまだ50ちょっとぐらいあって、2021年の8月とかの水準ですね。まあ、それがあるので、その時よりも今は、政党支持率と内閣支持率を足したときに数字が低いという状況になってしまっていると。それぐらい実は数字だけで見ると、ちょっとこう、弱い状況であるというのがあるんですね。この1ヶ月の動きに関してですと、前回はマイナンバーの影響というものがかなり出てきているだろうということがありました。それが続いているのか、それともこの1ヶ月であった出来事が影響しているのかだと、どう見ていらっしゃいますか。まあ、マイナンバーの問題が下地にあって続いているというのはもちろんありますし、それ以外に悪いことが起きたというよりはいいことがなかったということがやっぱり大きいのかなと思います。で、じゃあなんかこう不思議と、じゃあ岸田内閣をこうなんか倒そうとか下ろそうみたいな動きが、じゃあなんか自民党の中にあるとあるかというと、まあ、そういう感じでもないですよね。はい、でここはやっぱり菅内閣の末期と大きな違いがあって、やっぱり目先自民党総裁選というものがあるとか、はい、あるいは衆議院の任期満了が近いとかっていう状況ではないんですよね。うん、これがやっぱり菅内閣の末期と今の岸田内閣の状況の大きな違いですので、まあ、この数字がどうだからといって何かこう直近で何か政局になるとか、あまりそういうことは考えられないと思うんですけれども、まあ、一方でやっぱり解散総選挙の時期ってどうなるのということで、まあ、一部報道だとやっぱり菅さんとかが党内の有力者と会談をした時に、まあ、解散とてもできないというようなことをおっしゃったという報道もありましたけれども、ご自身の時の数字より今の数字が悪いわけですから、まあ、そんなふうに思うのも当然だろうなと思いますし、実際解散時期にどう影響するかということは、まあ、注目しないといけないですね。うん、さあ年間の動きというところもご覧いただきながらなんですけれども、いいことがなかったっていうのはかなり発見だなというところはあるんですけど、いいことって例えば G7 に出席するとか、そういったものなんでしょうか。そうですね、はい、まあ、ゼレンスキーさんと握手をするとかですね、はい、あるいは拉致被害者が全員帰ってくるとかですね、何かこう分かりやすい、こう、あ、この人だからこれができたんだっていう、なんかそういうイベントですよね。まあ、こういったことが例えばあれば、当然それによってこう上がってくるってことはあると思います。あるいは、まあ、直近で、6月の通常国会終わるときに、教育子育てに相当こうやっていきますと、まあ、こういった政策をアピールする記者会見をわざわざ総理大臣が自らされたわけですけれど、はい、そうですね、もしこういったものが国民の金銭に触れるように届いていれば、もしかしたらその時に反転のチャンスがつかめたかもしれないと。まあ、いろいろこう、まあ、要素はもちろん挙げられる要素というのはあるとは思うんですけれど、今とりあえず下地の問題としてやっぱり悪い問題が出てきてしまっているので、マイナンバーという悪い問題が出てきてしまっているので、まあ、ここの影響を一区切りをつけながら、いいことをいかに積み上げていけるかという、まあ、そういうことがある意味テーマなのかなと思います。いいことってなかなかこちら側といいますか、こう政治側から仕掛けられないのかなと一瞬思ったんですけど、そうでもないと。記者会見ですとか、そういったところで国民にアピールすることっていうのも一つつながる可能性はある。まあ、そうですね。あとはまあ、安倍政権とか小泉政権とか歴代で比較的まあ長い
期間政権運営した人たちの、はい、まあ、ことを思い返してみるとですね、例えば小泉政権で言えば、その田中真紀子外務大臣を更迭をして支持率がもうフリーフォールのように落ちてしまったという状況があったんですけれど、まあ、その後にまさにその、まあ、北朝鮮の問題とか、そういった外交によってそれをこう巻き返していったりだとか、あるいは安倍政権においても同じようにその安保法制とかで落ちた後に新しいその政策テーマとかをですね出していったりとかして、繰り返しこう下がった支持率を上げるっていうことによって、まあ、長期政権を維持したということがありますので、まあ、そこはあの政権のその動き方次第で、カードとしては切れるものはいろいろあるんじゃないかなと思います。なるほど、下がったものをどう上げられるかとね。そうですね、何度繰り返すことができるのかっていうところも、そうですね、政権の長さに関わっている可能性があるということですね、はい、はい、では続いてこちら見ていきましょうか。今度は次期衆院選の比例投票先になります。さあこちらですが、自民の電話調査が若干低く出ているように私には見えますが、どうでしょう。自民はやっぱりちょっと下がってるんじゃないかなという感じはします。はい、やっぱ支持率も、これずっと長めのトレンドで見たときに、やっぱり低い水準にあるというのは、この調査でもそうですし、他社の各社の調査を調べてみてもそうです。これ共通しています。で、その分が、例えば、維新に食われてたり、あるいは野党、立憲とかも含めて、まあそういったところに少しなびいていたり、無党派層がなびいていたりとかですね。まあこういったことは当然あるんだろうと思います。まあ少なくともやっぱり、すんなりこう自民党支持層も含めて、比例で自民に入れようというふうにこう腹を決められるような、そういうマインドというか状況ではないということですね。はい。いつも私たちが注目している支持政党なしの方の比例代表の投票先、こちらご覧いただくとですね、自民がだんだん小さくなっているようにこのグラフだと思います。そうですね、無党派層の方というのがやっぱりちょっとこう野党寄りにシフトしてきてるかなという感じは、します、はい、ですので、まあ、その部分やっぱりその、まあ、自民党の自体の失点というのもありましたので、特に比較的この調査では立憲の強く出がちですけれども、その電話調査においては特に比較的40代から70代の、まあ、年齢高めの皆さんが答えていただきますので、まあ、そういった方々の動きによって今こういうふうにこう野党全体で見たときに自民党よりも結構多いという、まあ、そういったところにちょうど近づいてるかなと。で、これいう数字もやっぱりその解散を直近でこう打てるかどうかっていう判断にはやっぱり関わってくると思いますね、はい、23年4月と比較するとだいぶ状況変わってきているように見えますが、米重さんはこうなると予想されてましたか？そうですね、ここまでやっぱり自民党がなかなかちょっとこう期待感を打ち出せないみたいな、政党の支持率の方に大きなダメージが、政党の支持とか比例投票先の方に一定ダメージが見えてくるような状況にまで至るというところが、まあそこまでいくかなという感じはしてました、しましたね。はい。少し意外なところもありました。なので、まあ、特にこの調査では聞いていませんけれど、次の首相にこうふさわしい人というのを聞いたときにですね、まあ、以前だったら河野太郎さんが筆頭にやっぱりなっていたわけですけれども、直近の調査だと石破さんとか小泉進次郎さんというのが、再浮上してるんですよね。はい。で、これって、まあ、何を意味しているかというと、みんなやっぱりこう石破さんにすごいこう大きな期待をしているかとか、小泉進次郎さんに絶大な世論の期待が戻ってきているかというと、そんなことはなくて、まあ、なんとなく直近のマイナンバーの問題で、やはりその矢面に立たれているその河野太郎さんではない選択肢ということで、他に知ってる名前がそれぐらいしかないっていうことだと思うんですよね。まあ、急になんか詰んだ感じが出てるというか、なかなかちょっとこう、そうですね、代わりの人というのを、こう、岸田さんに代わる顔というのを、なんか自民党の人、として、何かこう、有権者に想起させることも難しいので、まあ、自民党が岸田さんを、じゃあ変えるとかっていうことにやっぱなりにくいと思いますし、岸田さんが、やっぱり岸田内閣政権のモメンタムをいかにこう、立て直していくことができるかという、まあ、ここにやっぱり今後の政権の命運というか、それは非常にかかってるかなと思います。その一つのカードとして解散とか内閣改造というものがどれぐらい有効に使えるのかという、まあ、そういうことだと思いますね。はい、ありがとうございます。今回は以上になります。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
加藤さんという方はですね、これ非常に長年にわたって小沢一郎さんの、側近と言われる方ですよね。国会議員の時から側近であるというような状態ですので、はい、ある意味小沢王国とも言われるような岩手県首長選挙の場合難しいのは、与野党対決の構図を作ったとしても単純にそういうふうに票が割れないというか動かないということです、はい、例えば、ここでお知らせです。選挙 .com ではネット選挙解禁10周年を記念して8月にネット選挙フォーラム2023を開催します。10年を振り返り次を予測するをテーマに、国会議員やネット上の選挙政治活動を研究する学識有識者、選挙関連ビジネス企業、選挙プランナーなどの著名人をお招きし、さまざまな角度からネット選挙の道のりと現在地、そしてこれからの展望や乗り越えるべき課題について議論します。選挙の現場を熟知する現職議員や選挙研究のトップランナーが語るここでしか聞けないトークが満載。参加費は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。松田さんにも登壇していただきますのでよろしくお願いいたします。そうなんですよね、はい、もう10年かと思ってね、はい、2013年とかね、はい、もう昨日のことのように思い出しますけど、10年経ってね、はい、いろいろ変わりましたよ本当に。いやだからね、いい振り返りだと思いますよ。やっぱこれだけ、はい、この10年の間でね、ネット選挙を参考にする人の割合ってずっと増えてますしね、はい、そうですね。だいやこれでも無料でいいんですね。だから申し込めるのかな、はい、無料でどなたでも来ていただけますし、はい、ただし申し込みがいるって、これは概要欄、はい、概要欄に、はい、概要欄に書いております。またぜひぜひオンライン参加も受け付けておりますの で、ね、ぜひどしどしご気軽に。全部で9つのテーマ、はい、セッションでやってまして、はいはい、私も多分1日会場にいると思いますので、見かけたらぜひ声をかけてください。はい、はい。